稲飛行場アット国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。稲飛行場は長野県稲市六道原にかつて存在していた大日本帝国陸軍の飛行場及び同地に残る戦争遺跡。練習用航空機の赤トンボや陸軍三式戦闘機を使用した少年航空兵及び見習い士官の短期訓練教育に使用された。 第二次世界大戦中の1944年2月から1945年2月まで飛行場として使用された。2015年9月18日現在、第二格納庫の基礎及び弾薬庫などのみが稲市の戦争遺跡として現存する。なお、稲市による戦争遺跡としての正式名称は、旧陸軍稲飛行場である。1943年8月、 大日本帝国陸軍により、現地付近の畑、林の土地を摂取し、以後、沢を埋め立てる大規模工事が開始される。同年11月、近在の上稲地域住民に対し、勤労奉仕命令が行われた。1944年2月、アメリカ軍爆撃機による大都市を目標とした空襲を避けるために、埼玉県熊谷市の熊谷陸軍飛行学校の 稲文教書が開設。同年春、近在複数の学校に大使学と、勤労動員令が発令。またこの時朝鮮人労働者も動員された。1945年2月、岐阜県の各務原航空交渉の稲出張所が併設され、また、その後中島飛行機ハンダ工場の疎開に付随し、敷地内で戦闘機を製造する製造工場となった。同年8月、 廃線に伴い、アメリカ軍が入り、飛行場廃止。稲城区道原の標高約700メートル地点に建設された飛行場で、敷地面積約150ヘクタール、南北に全長約2000メートルから2500メートル、東西幅600から800メートル、滑走路のほか、関連施設として、本部、弊社、格納庫3棟、弾薬庫などを備えた。 滑走路は南北方向に向かい、全長1300メートル、福音80メートルを備え、滑走路から誘導路を北の森に誘導し、延滞号を20カ所建築していた。ありがとうございます。